NS フライトアウトドア GoPro 持ってスキーに行ってきた。今回はですね、蔵王にスキーに行ってまいりました。世界に誇る樹氷の造形美と蔵王連峰を見渡す絶景の大パノラマということです。私ですね、スキー人生で4回ぐらいしかやったことありません。で、今回一緒に行った方がですね、上司と先輩ということで3人いたんですけども、とてもスキー、1人スノボなんですけどめっちゃうまいということで、私が足を引っ張ってしまってはぁという感じでした。とても綺麗なねスキー場でした。大満足です。GoPro Hero 8で撮ってまいりましたので、ぜひご覧ください。それでは見ていきましょう。仲のいい先輩がカメラの前でビートボックスをしてくれました。ヒャヒャヒャ、すげえ。スキーに集中しすぎて動画を全然撮らず、いつの間にか雪が吹雪いていました。そしてお昼ご飯、大人の楽しみはやっぱり、頂上で食べたのはすき焼き鍋。マイナス10度の世界で食べると一段と美味しかった。スノボの先輩が GoPro を持って撮影してくれました。 GoPro やっぱりブレがありません。私もこんなように滑ってみたい。私の荒ぶってる滑りは後ほどです。あれ、後ろからなんか来たぞ。めっちゃ下手くそですけど楽しんでる私です。初めて自分のホーム見ましたけど、すごい荒ぶってます。先輩も楽しそうに滑ってます。それではここからスノボの先輩の滑りを見ましょう。スノボめっちゃかっこいい。それではここから私の荒ぶり滑りを見ましょう。後ろに上司がいたなんて気づかなかった。いやー、滑り方が全然違います。人生4回目のスキーで上級者コースに行かされ、実は恐怖心が取れていません。それではここから先輩のお手本を見ましょう。GoPro を活用できています。綺麗。
以上、スキー動画でした。興味がある方はぜひ行ってみてください。今度はスノボに挑戦したいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。